八重系ソロキャンパーカブトです。今回のソロキャンプは八重じゃねえんすよ。久しぶりのキャンプ場です。茨城県笠間市にありますニコニコキャンプ場にお邪魔します。楽しいキャンプ場なんだろうな。ニコニコですからね。それではニコニコしながら行ってみましょう。だいぶ山道になってきたな。そろそろだと思うんだよね。お、これか。ニコニコキャンプ場。ここが噂の入り口の坂道か。結構急だな。これ対向車来たら避けらんないよね。大丈夫か？途中途中にね、こういう看板があってね、励ましてくれんですよね。到着ですね。よし、到着だな。ここが管理棟だな。受付 OK ですね。今日はフリーサイトです。今日はね、2組しかいらっしゃらないみたいなんで、割と自由に使っていいということなので楽しみですね。景色がいいところがいいな。サイトは25ですね。いいね。設営の方がね、完了しましたんで、ちょっと施設の紹介を軽くしたいと思います。上がってきてね、右手にあるのが管理棟ですね。自動販売機もありますからね、安心です。ここが管理棟になりますね。24時間常備空いてるそうです。で、この奥に見えるのがシャワールームですね。これも24時間使用可能となっております。ありがたいですね。薪も販売しておりますね。奥にあるのはこれスウェーデントーチかな。いいですね。薪は600円、小割りが300円ですね。で、管理棟の左奥に入りますとトイレがあります。洋式の綺麗なトイレですね。ちょっとこれ面白いんですよね。ドラえもんのどこでもドアがあるんですよ。遠くに見えるのが笠間市の岩間地区だそうです。夜景が楽しみですね。坂を上がってきて左手がオートサイトですね。で、管理棟挟んでこの上がフリーサイトになっておりますね。ただいまの時刻4時29分。気温の方は 25.0 度ですね。今日はね、時間早いんですけれども、焚き火始めました。今日はのんびりしようと思ってます。
ただ今日はね、近くにねキャンパーさんがいらっしゃるんで、あまり大きな声出せねえっす。一人でねボソボソ喋ってるとね、おかしい人だと思われちゃいますからね。まあおかしいんですけどね。字幕多めに入れときますんで、よろしくお願いします。ここがね、見えますか？合併したんで、笠間市の岩間地区っていう町なんですけども、夜景がね、綺麗に見えるそうです。楽しみですね。それでは、プレモル行きましょう。第一、それではニコニコキャンプ場に乾杯。お疲れ様です。あーうまっ。今日も幸せをかみしめる一杯だな。ソロキャンプ最高。はい、2本目ゴールスター来ました。楽しくなってきましたね。今日の一品目はですね、ホタテのバジルオイル焼きですね。ここに書いたんですよね、油を引かずに焦げずに焼けます。オリーブオイルいらないってことですよね。それではやってみましょう。ほら、本当だ、焦げてないですね。ご褒美にとろけるチーズかけましょうね。チーズのいい香りが漂ってますよ。ここでね、ちょい足しでね、みじん切り生ニンニク、これいっちゃいます。それでは行ってみますね。いただきます。あちゃ、うまいかどうか聞くのはそれ野暮でしょう。これがね、うまくないはずがないでしょう。今日の3本目ゴールスター行きましょう。ちょっとペース早いな、大丈夫かな。キャンプ場だからいいでしょう。うま、やばいわこれ。今日はですね、
ニコニコキャンプ場で、ニコニコで、でサイトが25でニコなんですよ。ニコニコニコなんですよね。タイムリーですね。つかみはオッケー。フル。ただいまの時刻、5時19分ですね。20分になりました。気温が 24.6 度ですね。岩間の夜景がだんだん綺麗になってきましたね。そろそろライトオンですね。ただいまの時刻、5時39分ですね。気温の方が 25.9 度です。少し風が出てきましたね。焚き火の向こう側に夜景があるって最高じゃないですか。山梨県とかさ、静岡県とかさ、行かなくても茨城県で十分ですよ。いい夜景ですね。そろそろハイボール行きましょうね。ウィルキンソン赤、これだけは外せないですよね。これ見てくださいよ。これね、トリスのジョッキ、うちのかみさんがね、メルカリで買ってくれたんですよ。いいっしょ。本当にありがたいですよね。キャンプに行く時もね、いつも文句一つ言わずに見送ってくれるんですよね。感謝しかないです。本当にいつもありがとうございます。それではハイボール作っていきましょうね。ニコニコキャンプ場に乾杯。最高。ただいまの時刻、6時11分です。気温の方が 23.8 度ですね。岩間の夜景がキラキラ光り出しましたね。ちょっとね、カメラだとね、分かりづらいんですけれども、それじゃあ次はですね、鍋行きましょうか。今日はですね、千里眼のラーメンのスープのコラボですね。ニンニク豚骨醤油鍋を作っていきます。まずは白菜ですね。これ見てくださいよ。幸せの黄色い札、税込み105円が 40% 引きで税込み63円です。ありがたいですね。
スーパーベイマルシア。次にお肉入れていきます。もち豚、これ手でいっちゃいましょうね。もうね、これね。次にもやしとニラを入れていきます。そしたらここにセリガンのスープ入れていきますね。で、蓋をします。そろそろいいんじゃねえの。ここにね、これですよ、やみつきニンニク、背脂、うわいい香り、完成ですね。千里眼のラーメンのスープとのコラボですよ。ニンニク豚骨醤油鍋ですね。これ食べなくても答え分かっちゃってるやつですよね。いただきます。これをね、背脂を混ぜて、ここにもち豚が出てくるわけですよ。これ最初もち豚いっちゃいますね、これね。味が染みてる、うん。今日はレンゲ忘れてねえすからね。あー、うまい。焚き火いい感じですね。隣に2組のキャンパーさんがいらっしゃいますね。ただいまの時刻7時22分、気温が 23.6 度ですね。ちょっと早いんですけど上がりいきましょう。夜景がいい感じなんですよ。そしたらさっきの残りの白菜入れていきましょうね。麺はベイマルシアオリジナルの大盛り中華麺、生です。で、先ほどの残りのもやしですね。でね、このホタテのね、余ったやつ入れていきますね。どんな味なんだろう、なんか楽しみ。チャーシューの代わりにホタテですね。でね、チーズも残ってるんでね、チーズも入れちゃいましょう。最後に背脂ですね。
それではいただきます。まずホタテでしょうね。あ、うまい、このベイマルシアの中華麺スープに絡みますね。ホタテ、あ、うめ。お疲れ様でした。やばいね、チーズと豚骨醤油って合うんだね。チーズってすごいね。ニコニコキャンプ場いいですね。焚き火の向こう側に夜景が見えるんですよね。河原の野営と違ってね、ご褒美感満載ですね。今夜は焚き火と夜景でのんびりします。ただいまの時刻8時36分、気温が 22.5 度ですね。今夜はね、焚き火と夜景ゆっくり楽しんで休みます。それではおやすみなさい。おはようございます。ただいまの時刻5時48分、気温 19.7 度ですね。昨夜からね、ちょっと少し風が吹き始めましたね。コーヒー入れますか。今ね、廃材が足りなくなりそうなんでね、薪拾ってきました。それでは朝ごはん行きましょう。今日はですね、ナポリタンを作ります。ミートボールを入れましてですね、ゴロゴロミートボールのナポリタンですね。スープはベーコンとポテトがたっぷりのポタージュですね。
サラダはチョレギサラダです。黄色い札輝いてますね。風がだいぶ強くなってきましたね。山の下からね、吹き上げてくるんですよね。もろに焚き火の灰が飛んできますね。ミートボール、茹でたて。これナポリタンなんで混ぜるんでしょうね。そしたらここにミートボールですね。トッピングにチーズですね。で、最後に香り付けにバジルです。完成しました。ゴロゴロミートボールのナポリタンとチョレギサラダのモーニングセット、ニコニコキャンプ場スペシャルですね。今日はね、キャンプ場なんで周りにね、キャンパーさんがいらっしゃるんで幕内でいただきます。いただきます。ミートボールいただきます。パスタも箸なんですよね。やっぱり日本人なんだな。ごちそうさまでした。風が強くなってきましたね。天気変わるのかな。ただいまの時刻7時55分ですね。気温は 19.6 度です。撤収完了です。雨が降ってきそうなんでね、ちょっと早めに引き上げます。ニコニコキャンプ場に来ましたら、フリーサイトの25番ですね。なかなかね、景色のいいいい場所でしたよ。それではまた次のフィールドでお会いしましょう。カブト TV でした。帰りは笠間の道の駅でお土産でも買っていくか。